ズバリ発表します。11歳0ヶ月で135センチないあなたは将来身長が165センチに到達しません。身長美容、医師、学科、生成経験が専門医、身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長のおっしゃる人のチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリ、男子向けですけど、11歳0ヶ月で135センチないあなたは将来165にいかないよってことで、結構衝撃的な内容かなというふうに思います。そこで解説させてください。で、まずちょっと修正しなくちゃいけないのが、いかないというふうにお伝えしたのは、50% の可能性で165センチに到達しないよ。そういうふうにご理解いただくといいと思いますので、逆に言うと 50% の人は165になるわけね。そこをご理解ください。で、それがなんでそんなこと言えるかという統計学というところで、こういった成長シートですね。身長先生の成長シートっていう名前で商標登録してますけど、これを使うとわかります。で、これに関してね、公式 LINE の方で無料でダウンロードできますので、ぜひそういったところをダウンロードしてみてください。あとですね、もうこのkadokaの方が出版して、すごい身長伸ばし方ということで、これね、めちゃくちゃ売れて重版が決まってるんですけども、こちらの方でも、付録としてついてますので、ぜひこういったところも、ダウンロードして、ご視聴いただくといいんじゃないかなというふうに思います。最終身長ってどういうふうにして決まるかというと、一つの項目で決まるわけではなくて、現在の身長が11歳0ヶ月135いくかどうかって、これがもちろん一番重要なんだけど、その他にも過去の身長とかレントゲン検査とか思春期症状とか両親の身長とか、あと採血検査とかで、複数の項目から予測していくので、そういったので、実際問題を受診していただいて判断していただくということになります。その、判断する方法に関して、なんと7月の1日から身長先生の身長ドックっていうのが始まるので、イージーにすごく簡単に皆さんにアクセスしていただいて、そういったので皆さんにもご提供できるようになるかな、ぜひ楽しみにしてください。ちょっとね、7月1日までは、まだ今から5月から6月に関して言うと、治療希望の人、特に薬物介入ですね、成長ホルモンで考えている方のみ受診可能です。そこは十分ご了承ください。ただ7月1日からは、そういう風な治療検討してない方でも、ご受診いただけるようにシステムが変わりますので、そこはぜひ楽しみにしてください。じゃあ、それではですけども、135だと165にいかないというのは、この成長シートを使いながら説明していきますので、ぜひね、皆さんも、ダウンロードしてお話聞いていただければと思います。じゃあ、手元の画面に移りたいと思います。それでですね、手元の画面に映ったってことで、これがね、よいしょと、ここが11歳ね、11歳がここだから、ここのところね、ここの列を見ていくってことね、ここのところで、例えばこの子が142の子っていうのは、将来171になるよとか、149の子は178になるよとか、こんなのが簡単に分かるような表になっているので、今回題目として135ないと165にいかないよというふうに言ったのは、ここの部分ね、ここの部分で見てみると、真下に下ろした数字が165ってことで、ここに行く可能性が 50% ね、50% の人はこれより高くなるし、50% の人はこれより低くなる。そんな風にご理解いただくといいと思います。最終身長はどのようにして決まるかというと、現在の身長で過去の身長ね、例えばなんだけど、11歳で思春期症状が出てる子なんていうのは、いわゆる超早熟になってくるので、そういった子に関して必ずこっち側に行きます。で、そういったこのグラフっていうのはおおむねなんだけど、ちょうど135だとしても大体こういったところで、こういうグラフケースよね。で、こんな感じ、これが超早熟のよくあるタイプのグラフね、早熟。例えば同じ135でも晩熟の子っていうのは、例えばなんだけど、こんな感じのグラフで、こういうふうにこう来て、ちょうどこんな感じかなんとなくね、こんな感じで、こんな感じってことで、これが晩熟ってことで、晩熟ね、その逆に170センチいくかもしれないとか、全然この同じ135でも全然この後のところって本当にまさにドラマティックに変わっていく。特にこういった11歳っていうのは、これから全然一番早い子で11歳で思春期で、平均でいうと12歳から12歳ここら辺ぐらいで思春期って出てくるかなってところで、本当ここら辺で出てくると、普通の自然に真下に下ろしてくるような、デザインになってくるし、それ早いとこういう早熟のデザイン、晩熟だとこういう風なデザインということで、それぞれいろんなデザインが考えられます。で、例えばね、この時点骨年齢、骨の年齢ね、骨の年齢とか、そういったのによってもこっちに行きやすいのかこっちに行きやすいのか、そういうのも分かりますし、当然だけどね、両親の身長高い方がこっちに行く可能性が高くなるし、両親の身長低いとこっちが行く可能性が高くなるとか、あと採血の方ですね、ALP とか、そういったの見たりだとか、いろんな項目を見ると、どっちが行きやすいタイプなのかと予測がつくわけになります。例えばなんだけど、今回165に行かないっていうところで、例えば135ないあなたってことで、仮にだけど130センチだとですね、仮定します。11歳0ヶ月130センチだとすると、平均だと160センチの期待値なので、まずそれを覚えておいてください。なので、こういった子に関して165に行かせるためには何かしらの治療が必要になっていきます。治療に関して言うと、成長ホルモンとか、思春期を遅らせるお薬、さっきちょっとお伝えしたんだけど、思春期って早いと、身長って低くなる。思春期コントロールね。男の子だと、プリモボランとか、リュープリンとか、そういった治療が行われます。あとはサプリメントとか、あと生活の改善とか、そういったところね。生活の改善に関して言うと、まずこういったね、もう本があるので、こういうのを買ってもらって、すごい身長伸ばし方って検索するとすぐ出てくるので、こういうのを買ってもらうといいと思います。これは本で学習するでしょ、本でね。で、このサプリメントに関して言うと、今のところね、新規の受付はストップしていて、7月以降でおそらく再開できるかなと思ってるので、そこちょっとお待ちください。そういったサプリメントで栄養補充してる。ただ、このサプリメントも適当にと無駄で、高濃度でやっていかないと全然血中毒変わりません。あと、春期を遅らせるお薬に関してはこうやってリュープリンとかプリモボランとか、こういったところが重要で、あと成長ホルモンなんかやってるんです。これでやっていくとトータルで最大10センチぐらいは上乗せできますので、160になっちゃうことが、最大で理論上170とか、そういったところに目指せます。実際問題165、6ぐらいで着地することが多いかなと思うんだけど、一応理論上最大10センチぐらい、11歳からでも治療すると、身長っていうのは変えられます。ちょっとね、ここで身長治療のその概略についてちょっと理解していこうかなと思うんだけど、縦軸が伸び率で横軸が時間軸だった場合って最終身長どういう風になるかというと、この面積で表される。こういう風にね、この思春期とはぐーっと伸び率が上がって、だんだん伸び率が落ちてって最終面積が決まるということで、最終身長こういう風に決まるんだけど、思春期が早く出るとどうなるかっていうと、この山のピークが手前側に来ちゃうんで、こうやってね、そうするとさ、こうオレンジの面積って青色より小さいの皆さんお分かりいただけますね。こう明らかにオレンジの方が小さいね。でこれ困るよねってことで、この山のピークをこっちにずらしてあげる。これが思春期を遅らせるお薬ですね。でこういったのを組み合わせてやっていくと思春期と。例えば成長ホルモンなんかでこうぐーっとね、こう伸び率がぐっと一時的に上がるので、こう面積が大きくなる。サプリメントやってもぐっと伸び率が上がるようなことで、こういうふうにしてこうアドオンしてあげるのが、成長ホルモンとか、サプリメントとか、そういったところだし、そもそもだけど生活の改善ってそれで全部を薄ーだとこういうふうにちょっとずつ大きくしてあげるとか、そんなような効果です。とりあえずこの面積を最大化していくっていうことが重要で、時々成長ホルモンとか思春期を遅らせるお薬とかサプリメントとか、こういったところをやってこの面積を最大化していくよってところね、ぜひ覚えていただければと思います。今後は全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の伸ばしていきたいチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。